さあそれではね、クリスタルの間レベル7の最終決戦、クリスタルシュラコマレベル7行くぜ。さあここまで16分、時間配分的にはいいでしょう。残り14分あればいけるはずだ。さあ反撃ありか、ダメか、打っといて必殺技打っていった方がいいよね。ちょっとねパーティー変えます。もう最強パーティーでいきましょう。アタッカーゴクオロチ入れました。ゴクオロチ、そしてリンネ、そして花坂ジーノ、3体攻撃。おっと HP91 万、やべえなマジでやべえなこれ。 HP が半端で、どんだけ打ち込めばいいんだ。もうとにかくね、必殺技もバンバン打っていきたいと思います。そしてバンバライアサポートで、何回ぐらいこの花坂打ち込めばいけるのか。一応ね特殊能力持ちなんで相当いけるはず。今までのイベントだと隠しステージのね強敵、なんだかんだ言って特殊能力持ち妖怪ほぼワンパンできたんで、今回もいけるんじゃね。しかし91万か。さあフィーバータイム入りました。さあ貯めていく、いい感じ。さあミイラーボールが溜まってね、これで打っといてダメージカットしておいて必殺技打ち込んだ方がいいよね。反撃があるんで、ちょっと反撃がねどれぐらいか分かんないけど、ちょっとそこが怖い。さあミイラーボール降ってこねえし、さあここは冷静にいくぜ。さあ溜まった。さあミイラーボールでダメージカットからの、さあ行くぜゴクオロチ23000。そして花坂、おっとつかみを微妙、5万か。そしてリンネ27000。そしてバンバラでもう一発いくぜ。さあすかさずゴクオロチ、そして花坂、なんか連発してるけど全然減らねえ、やべえ、マジでマジで、もう一回行こうか。もう一通り行ったらいけるんじゃね。いけないな、もうあと3回通りぐらいやんないと厳しいね。やっぱ攻撃力アップが使えねえっちゅうのは厳しいな。さあ貯めていく。さあ花坂、あーダメだ、ダメか打ってねえと反撃すげえな。しかし溜まってねえんだよな。さあフィーバータイム入ったぜ。さあミイラーボール打って打ちたいね。ミイラーボール降ってこねえな。さあバンバラーで溜めつつ、うん、マジか、つえー、マジか、やべえな、時間もねえな、もう10分切ったね。すぐ回復していこう、漢方で 100%。 そしてやべえな、残り9分、ワンチャンだよ。もうフレンドに一発送っておいて、ちょっと減らします、わざとね、90に。そしてもう一回漢方使ってブースト 190%、HP190%、 これラストチャンスだよね。ちょっと今回ミスったら終わりだな、やべえな。ここまで20分かかってきてこのまま帰るのはやべえ、動画的にもやべえ。ちょっとねタッチペン使います、タッチペンにちょっとワンチャンかけます。どうした、おかしいな、指でやった方がいけるはずなんだけど。わかった、フィーバータイム中にミイラーボールでダメか発動しておいて、その間に必殺技をねこう連発で打たないとダメだ。削れねえわ、全然削れねえ。フィーバータイム中ならねダメージが出るんで、さあ行くぜ。さあこれでダメか打っといて、ダメージかと聞いている間に花坂、まず花坂行く、そしてゴクオロチ、まあ、この辺り打ってるとね多分花坂もたまるんで、そしてリンネもしっかり G まで貯めて打たないとやっぱダメだね。さあ G まで貯めて打ちました。そしてバンバラーでもう一発いきたいね。花坂もう一回いきます、 G までしっかり貯めて、もう一回きっちりやんないと多分削れねえね。
さあこれでもう一発リンで、もうどんどん打ってこ。そして5ゴールし、お、いい感じだね。半分ぐらい削ったんでいけるぞ。もう一回ちょっとしっかり貯めてミイラーボールでダメか打っといて必殺技打ち込んでいきます。さあバンバラ溜まった、いい感じだね。さあ G まで貯めて打っていこう。焦るとダメだね。やべえ、でももうこれラストチャンスなんでそれ焦るよ。さあしっかり貯めました。 G まで貯めてフィーバータイム入った。ここでダメか打ちの花坂 G、まあ、2フィーバー狙ってった方がいいな。そしてリンネ、そして悟空オロチ、これだけ打っちゃいけるだろう。そしてバンバラヤウチーノ、さあもう一回いくぜ花坂。これで削れなかったらもうダメだ。リンネ、さあどうだ、ゴクオロチまだいけるか、もう一発いけるかな。うわマジでこれで削れないの、これやべえ。さあミラーボールダメかウチーノ、反撃怖いからね。そして花坂 G、 しゃいったぜ。結構でもこれでもギリギリ感あるね。マジかよ。お、秘伝書ゲット、これは嬉しいね。むっちゃ強えじゃん、何これ。これちょっと周回するっていうのは辛いもんがあるね。23分か。ギガヘルツ玉ゲット、戻りました。マジかよ。さあクリスタルシュラコマいただきましょう。これが欲しかった。超やべえな。さあクリスタルシュラコマいただきます。燃やし尽くすぜ。友達になりました。 SSS ランク、これ多分むっちゃ強いよね。あの強さだから。なんかでもプニプニによくあるんですけど、敵だと強いけどいざ仲間になると弱いみたいな。いやそんなことはありません。妖怪プニを消し攻撃シュラ玉を作る。なんだよシュラ玉って。シュラシュシュシュ、シュラ玉確率 81%、 G まで貯めた方がいいのか。そして不思議の種族効果アップ 6%。 すげえ、見た目強そう。異次元のまあ来たぜ。レベル7使っていきましょう。 HP 回復量ダウン。そしてこのクリスタルシュラコマには特殊能力獲得 Y ポイントアップ、これが欲しかった。もう Y ポイント稼ぐぜ。さあ使っていきます。特殊能力持ち妖怪てんこ盛りでいきます。これで多分クリスマスじゃない、もうよくわかんない、もう疲れ果ててます。もうどんだけやらせるんだ。クリスタルシュラコマ強いよね。さあバンバラヤのバンバラヤも強いけど、そして至れり尽くせり、そして花坂 G、掴みのなんか掴めるようになってきた。何だったんだろうね。おお、ぐるぐる回る、目が回るぞ。そしてミラーボール、お、玉ができてる。なんだこれ、おお、白駒が出てきたぞ。ほんでもう一回打てる。お、すげえじゃんこれ。何回も打てるってことは強力です。おいったぜ、フィニッシュ。これはなんかかつてない必殺技、すげえ。505Y マネー、これいいんじゃね。クリスタルシュラコマキラコマとかより多分使えるよね。さあ異次元父ちゃん行くぜ。さあ目ん玉にピンを刺して、さあゲージ貯めていきます。
今回のこのクリスタル花咲か G とクリスタル白駒、今回ねイベントでクリスタル妖怪まさかの 2体ね同時に出てきましたけども、どうなんだろう、どっちが使えるのかな。僕的にはねもうどっちも使えそう、まあ、種族も違うしね、 SSS ランクとしてね。さあ白駒、このぐるぐる回っている間はちょっと時間が止まっているわけではないんだよね。フィーバーゲージ減ってくんで、まあそこがちょっと微妙だね。1回のフィーバータイムにたくさん打てるっていう感じではないね。さあフィニッシュ。さあクリアしました。451Y バネ、やっぱ強えな。125ポイント、おーすげえ稼げる。さあクリア。おー55ポイント、